まあ大体ね、この画面を開いている時点で察しのいい方はね、わかると思うんだけど、ハピカンとか、刻印の厳選、金で厳選するっていうのはやっぱり非常にね、重要になってくるんだよね。神話をその身に受けよ。今の私は強いですよ。簡単には貫かせない。さあ、空を切り裂く舞を見せてあげる。サブアカ育成日記の動画を作っている時が一番楽しかったな。皆さんこんばんは。今回も厳重契約2話をしていきたいと思います。今回もね、過去の動画になるんですけれども、今回からですね、サブアカ育成日記の動画も、少しずつね上げていこうかなというところで、結構ね、好評で見てくれていた方もねいたというところで、まあ少しずつね、自分の中で印象に残っている動画だけね、まあ、いくつか上げようかなと思うんですけれども、今回はですね、そのサブアカ育成日記の動画の中で、限定欲しいけど、その前にっていうね、動画を皆さんに見てもらおうかなと思います。そう、ガチャを回したいんだけれども、その前に大切なものがあるんですよね。まあ人それぞれね、進め方は違うので、ね、ガチャの方が大事だよねっていう人もいるんだけど、まあ俺の中ではそれよりもね、大事なものがあるというところで紹介した動画があります。動画がある動画になるので、よければね、楽しんで見てもらえたらなと思います。オーブがたくさんあるとさ、回したくなるよね。こんばんは、スフィアリアです。今回もね、楽しく厳重契約をやっていきます。はい、ということで、まずはですね、ランクが200到達したということで、ミッションで、ユーザーランク200到達でね、七色のクリスタルがもらえるので、まずね、これを受け取って、で、回していこうかなと思います。で、今の狙いとしては、とりあえずね、潜在解放をやりたいので、できれば、ティアナか、貴族性アスタルトが被ってほしい。被ってくれればね、覇者の宝珠を使わなくても、潜在解放することができるので、その2体のどちらかが来てほしい。新キャラでもいいけど、ソルティか。航海士、アルケミスト、よろしく。うん。ソルティ確か反射だよね。反射はね、今のところちょっと欲しかったからめちゃめちゃ嬉しい。しかも先制ついてるもんね。今ね、フィリス持ってないもんね、確かね。ちょっと待ってね。一覧で、まだ当たってないもんね。しかも潜在解放で被らせないといけないんで、ソルティはめちゃくちゃ嬉しいね。で、今回ね、ノマダンで回収したオーブが118個あるんだけど、まあ今ね、クレコレやってるから限定を狙った方がいいかなって思うんだけど、それよりもね、重要なことがあるので、それに対してね、オーブを使っていこうかなと思います。まあ、大体ね、この画面を開いている時点で、察しのいい方はね、わかると思うんだけど、そうだね。ボックスのね、拡張をやっていきたいんだよ。で、これに関しては、マジで人による。俺みたいに先を見越すんだったら、ボックスの拡張。もう最初からね、強キャラが欲しいよって言うんだったら、クリコレとか召喚祭をね、引いてもいいと思う。で、なんでボックスの拡張を最優先にやんのかっていうと、ノマダンでのランク上げとか、御邸をね、作ったりするのに、ギルザの試練の終わりの試練をね、周回したりとかするでしょ。で、そうすると、雑魚キャラとかギルザとかで、ボックスがね、めちゃめちゃ圧迫するんだよね。で、大体ね、こう素材集めとかランク上げってみんなフロートでやるじゃん。
で、ボックスを拡張してないと、早い段階で圧迫して、周回がね、知らないうちに止まってたりとかするんで、集めやすさとか、ランク上げのしやすさ、まあ、効率っていうところに結構関係してきちゃうんだよね。うん。なんで、まあ、最初のうちにボックスをね、まあ、拡張しておくことで、フルオートが止まりづらくなるから、まあ、効率よく、ね、まあ、素材とか、ランク上げがしやすくなるっていうところで、まあ、俺は一番最初に、ね、ユニットのボックスの拡張をしてるというわけなんだよね。じゃあ、まあ、どのぐらいまで拡張すりゃいいのっていう話なんだけど、まあ、これもね、人による。例えば、あんまりね、オーブを使いたくないっていうんだったら、まあ、200とか300とかで止まる人もいると思うし、あとはもう最初にね、もうボックス拡張しちゃいたいなって、上限の1100だっけ？そのぐらいまで拡張したい、しちゃいたいなっていうんだったら、オーブ全振りの人もいると思うし、まあ、その辺はね、人によるんだけど、まあ俺の場合は、まあそうだね、500か600ぐらいまで解放しておけば、まあ十分かなと思います。で、最初にね、まあ一回も、拡張してない状態だと、80個使えば500まで、ね、拡張することができます。まあ今回は、まあそうだね、600ぐらいまで拡張しちゃおっか。拡張してあるだけね、すごく楽になるからね。600まで拡張しようとすると、オーブ100個必要になるわけだね。まあその分のね、まあ見返りっていうのは十分にあるので、100個は安いもんだね。じゃあこれで拡張していきます。はい。で、右上が、600分の51ということでね、約550体拡張、収容できるようになりましたと。これね、めちゃめちゃでかいからね。この他に、ね、控え室ってのがあるわけだから、これで今650収容できるから、これで今700体収容できる状態になってるからね。だから逆に言ったら、さっきの500でも600体収容できる状態にまあなってるわけだから、なんでまああんまりね、そんなに拡張することはまあないかな。だから200って言ったけど、200でも大体300分だから、ここに100体ね、収容できるようになってるから、だからまあその辺はまあ自分で計算して、まあ、なんだ、ボックスの拡張をしていくといったような感じかな。でね、今回ね、まあ厳選とまではいかないんだけど、刻印もね、ちょっと振っていきたいなって思ってるんだよね。なんで、最初はね、キーコンがないんで、キーコンをね、買っていくんだけど、どうしよっかな。2個で1体分なんだよ。これはまた後で説明するんだけど、なんで、まあ、そうだな、5個でちょうど1万なんだけど、5個だとちょっと半端だから、6個交換するか。うん。で、シードを買いましょうかね。これで、オーブじゃないや。シードが、20個と。まあ、20個あれば、1個ぐらい金つくんじゃないかな。そしたらね、実際に刻印の厳選っていうか、刻印ぶりやっていくんだけど、今回は、このね、ゼホンの刻印を振っていこうかなと思います。したらね、まず、このさ、キャラクターの下に仮のマークがあるでしょ。この状態だと刻印がね、2つしか振れないんだよ。空いてる枠にしか振れないから、このね、仮をね、解除してあげる必要があって、そのためにこのね、このキーコンっていうのが必要なんだよね。今これさ、選択したら仮マーク2つ光ってるでしょ。この状態で合成すると、ほら、枠空いたでしょ？この状態だと、刻印をね、4つ振ることができるようになるので、必ずね、枠を開けてから刻印を振るようにしようね。そしたら、シードをね、振って、刻印振りしていくんだけど、スピード3100か。3200ぐらいまで上げたいからね、金屈欲しいなぁと思ったら、そうだなぁ。まあ、ゼホンは、HP にしとくか。多分ね、刻印がバラバラになると思うんで、後悔しないような感じでね、まあ、刻印、まね、厳選しとこう。したら、残りもね、振っていこう。あと、11個か。どうだろうな、運がいいとね、つくんだけどね。さあ、来い、頼む！まあ、
銀靴が来たのは嬉しいかな。いや、靴にしとこっか。これでいくつ？スピード。3255。いいね。めちゃめちゃいい感じよ。でね、刻印を振るのと振らないのとだと、マジでね、天地の差なので、なのでね、まあ、できる限り刻印は振った方がいい。これでね、火力めちゃめちゃ跳ね上がるからね。つかなかったか、残念。これはあれだね、今度、ね、まあ、あんまり高速周回できないと思うんだけど、使徒転生、古神権限、神獣降臨、まあ、どれかしら来たら、まあ、できる限り周回して、あれだね、刻印集めて、刻印ぶりやった方がいいね。オーブが18個余ったんで、今回初めてね、クリコレでガチャ動画をね、やっていこうかなと思います。で、まあ、狙い目としては、まあ、そうだね。特にね、欲しいキャラいないんだけど、欲しいキャラいないんだけど、まあ、フランシールが当たったらいいかな、ぐらいな感じだね。あとはまあ、リアムとかも当たったら使い勝手いいかな。リーラはね、見てないからわかんないんだけど、リーラってさ、確かリバースだよね。あ、契約だとリバースじゃないのか。だったらリーラもありだな、これね。じゃあ早速ね、3回かな、回していこう。まあ、クリコレ結構闇だからね、レインボーに光っただけでも、ラッキーみたいなもんだからな。楽園に立ち入るものよ。ギュストね。これ結構出るよね。さあ、残り2回。これで限定出たらめちゃめちゃでかいけどな。金でも出たりするけど出ないか。ミラね。さあ、残り1回。はい、金だよね。知ってた。あーでも、アンドロメダか。アンドロメダ結構強いからな。ロックしとくか。まあ今の、ね、厳重契約だとね、まあそんな使うタイミングっていうのはないと思うけどね。そういえばさ、説明するの忘れてたんだけど、これ今さ、ユニットのところがビックリマークついて、ユニット図鑑もビックリマークついてるでしょ？これね、何かっていうと、押してみるとね、さっきのボックスの拡張みたいなところがビックリマークついてて、で、図鑑登録220達成でオーブ1個。これね、オーブ回収ができるんだよね。で、これ確かね、何体ずつだっけな、5体ずつぐらい図鑑埋めると、オーブが1個ずつもらえるので、なんで、まあ、余裕があればね、今みたいに始めた当初だとそんなことできないんだけど、余裕があれば、進化と契約っていうのを、両方ね、作ったりすると、どんどん図鑑が埋まっていくので、こういうね、みんな送り出してるであろう星さんのキャラクターとかも、進化とかさせたりすると、図鑑がね、バンバン埋まって、オーブが回収できるので、なので、無課金でやってる人とかだったら、このユニット図鑑の、埋めるっていうのも、すごく重要な作業だと思うね。そしたらね、まあ、今回も神話やっていこうかなって思うんだけど、どうしよっかな。多分ね、ヨハネとバロゲードいけちゃうんだけど、まあ、できればね、バロゲードやっちゃおうかなって思うんだけどさ、バロゲードっていうか闇の神話そうなんだけど、そのシリーズの他の属性が必要になってくるんで、例えばバロゲードだったらグランツワルトとかね、その滞在神話の、火、水、木、光っていうのが必要になってくるんで、手に入ってもね、すぐ契約いけるわけじゃないから、まあ、ヨハネ行っちゃってもいいんだけど、まあ、バロゲイド取っとくか、最初にね。うわ、懐かしい。神話級、そうだったね。オルレアだったね。なんかさ、やり込んでるとさ、バロゲイド作ってるし、潜在解放で極みしか周回しなくなるから、この編成めちゃめちゃ懐かしく感じるね。そしたらじゃあゼフォンで全体攻撃を打って、で、連撃も打っていこうか。闘争本能強だからめちゃめちゃ回るね。これゼフォンさ、メイン赤でも当たったら、ね、楽しくなりそうだね。そして、気づいた？今の火力。今までさ、今までっていうか、パート1あたりでゼフォン使ってた時は、
進化させてね、使ってた時は、連撃の火力がだいたい、500とか600ぐらいしか出てなかったと思うんだけど、キラー刺さってなくてね。なんだけど、今ゼフォンの火力がさ、700とか800とか出てたでしょ？あれね、やっぱり、ハピネスとか刻印とか厳選するだけで、全然ね、火力が変わってくるんだよね。なんで、本当にね、ハピカンとか、刻印の厳選、金で厳選するっていうのは、やっぱり、非常にね、重要になってくるんだよね。そっか。この状態だと、オルレア祝福3なんだっけね。今すっげえさ、違和感あったわ。あれオルレアって10だよねと思ったらさ、それは潜在解放の方だね。で、2階層。技術は溜まってなかったか。残念。そしたら3階層で、ね、スキル溜めてる状態で突破したいんで、ティアナもね、連撃溜めておきたいから、とりあえず通常攻撃して2回コード来ないかな。ナイス、いいね。すごいいい感じ。そしたら、ギルザでね、突破していこうか。いい感じでね、黒くしてくれて、しかも、これ多分ね、5% 以下いくんじゃないかな。これ多分ね、倍率かかってると思う。かかってるよね。すごいね、めちゃくちゃ吹っ飛んじゃった。で、ハーメルンもやれるよね。いやー、すごいなー。マジでインフレ感じるよ。マジでインフレ感じる。オッケー。さあ、一番最初にね、登場した時はね、めちゃめちゃ苦戦したバロゲイド。ね、登場した時は、ちょうどね、あれだね。ソマリじゃなくて、なんだっけ名前が出てこない。ソニエが出てきた時で、ソニエの連撃がね、スピードダウンもさせるし、めちゃめちゃ強かったんだよね、当時ね。そしたら、バロゲイドさえやっちゃえば4階層に行くので、バロゲイドを先にやっちゃおう。あ、意外と硬いな、バロゲイド。まあ、多分これでやれるかな？ OK！ このさ、バロゲイドの登場シーンもやばいよね。何回見てもさ、鳥肌立つわ。さあ、ということで、4階層なんだけど、全部ね、祝福があるんだよね。めちゃめちゃ祝福があるんで、15だったっけ？周りも。で、バロゲイドも、祝福が50あるので、これがね、めちゃめちゃ厄介だったんだよね、登場した当時は。今はね、アンチ1の祝福とかあったりするから、全然余裕なんだけど、したら、ゼフォンで、闘争本能をぶん回しながら、全体連撃で削っていこう。いや、強すぎ、マジで、ゼフォン。でね、バロゲイドは、スキルの火力もえげつないんだよね。だからね、一掃されちゃうんだよね。本当は一体になった時に30連撃打ちたかったんだけど、まあこれはしょうがない。そしたら、アスタロトも16連撃ぐらいだっけ？あるんで、これで削っていくと。あーもう余裕ですね。余裕ですね。で、ギルザで15連撃。すごいね。バフ効いてないからね、これね。バフ効いてなくて、今これ、あれだからね。倍率自分でね、ぶち入れて、殴ってるだけで5000の連撃。で、ぶち入れて、この連撃ね。これが本当にやばいんだよ。6000とか吹っ飛んでくるからね。今じゃもう見る影もないけどね。ということで、バロゲイドゲットですね。新定章、うまうま。